ん玉をなんて説明すればいいのこれ、けん玉、なんかけん玉でミラクル起こしたから嬉しくてインスタライブしたよって話です。もう今一旦メイクも落としちゃって次の現場に向かっているんですけど、ちょっとこの明るくなった、この喜びだけぶつけたくて投稿しようかなって思ってたんだけど、いやインスタライブでこれは伝えようと思って、まあ、多分5分ぐらいでやめると思うんですけど、本当にすごくうまくいって嬉しくて思わず親に電話しちゃった。見たって言ってっていうね、いっぱい食べさせていただいて全部美味しかったし、けん玉乗ったし、クイズ正解するし、今日は絶好調でしたよっていうお知らせのもと、これからまたバラエティの収録に行ってきたいと思います。年末年始いろいろと番組にお邪魔させていただくので、またご報告したいと思います、お知らせしますが、テンション爆上がりでインスタライブをするというこのメイクも落としたこの顔で、嬉しかったな。見てくれました？昼なんです、今日朝から電波ジャックでジップさん、スッキリさん、バゲットさん、昼なんですさんとお邪魔しましたが、ちょっと眠たいので次の現場に着くまでちょっとだけ仮眠取って、そうですね、こっから昼なんですから一人でしたね、朝は佐野くんと佐野ぎゅんと一緒でしたが、はい、ここからは一人です、頑張ります。なめたけも美味しかったです。今日めちゃくちゃいろんなとこでいろんな番組でいろんなもの食べさせてもらってる気がする。でジップでカニクリームパスタがめちゃくちゃ美味しそうだったから、今からちょっとサクッとカニクリームパスタを食べて次の現場に行こうと思ってます。ひゃー、まだ夜まで頑張ります。じゃあ本当にけん玉の喜びを伝えたかっただけでした。お昼ご飯はこれから食べます。電波ジャックありがとうございました。じゃあまたバラエティ頑張ってきます。おやすみなさい。